愛知県羽栗郡の一羽栗郡は,は愛知県にあった群。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。軍名は自覚の通り栗りの木が多数自生していた状態から名付けられたという説や羽栗で侵食されやすい自然堤防を意味したという説などがある。藤原家からは落ち国羽栗表。 人、イラ、ハセベカなナ領と書かれた木簡が出土しており、このハグリ表が、後のハグリ軍である。701年の大法律領の制定により表は、軍となった。927年成立の演技式には、ハグリ軍との記載が見られる。5938年頃に成立した、和名類受賞に、ハグリ軍の里として掲載されているのは、以下の通り。 ただし、読みが特定できるものについては括弧内に記載した。式内社、演技式神明帳に記される軍内の式内社。安土桃山時代まで軍域は広かったが、1586年の木曽川の大洪水により、美濃国との境に流れていた木曽川が、羽ぐ軍内のほぼ中央を流れるようになった。このため、豊臣秀吉の命により、1589年に、 新しい基礎川を、尾張国と美濃国の境とし、美濃国川を、羽ぐり軍に解消した。同時に、中島軍、海西郡も二国にまたがる軍となったが、こちらは解消されていない。1、ひほ村2、村久の村3、小区坂村4、宮田村5、水穂村6、光明寺村7、北方村8、里小牧村9、玉野井村10。 黒田村11、大田島村12、助吉原村13、浅井村、ありがとうございます。